あの鈴木さん今日はですね、はい、ちょっと経済の話を聞いていただく、はい、聞いたくてあの来たんですけれども、はい、あの実はね鈴木さんたちのお仕事っていうのは、はい、日本経済にとってとっってても重要なんですよなんでかっていうとですね、はい、今世の中でフレで不況だもうどの業界もみんなこう売り上げが落ちて、うん、青いきといきになってるんですけれども、はい、このアイドルのマーケットだけはもうずっと と活況が続いてるんですよね<ー>感じたことありません結構盛り上がってるんですよ、ずっとあー、でもアイドルって、はい、あのキャンディーズさん、はい、キャンディーズさんぐらいからなんですか始まったのっていうのあの私は個人的に言うとキャンディーズがあの解散した時に僕の青春は終わったって思ったんですけど <laughs>、はい、あのその2年後にですね 松田聖子さんがデビューされて<ー>え青春が復活して <laughs> それ以来ずっと、まあ、<laughs> アイドル人生を送っているんですけれどもあ、はい、あのここのところ特に、まあ、あのグループが中心なんですけれども、うん、ものすごくこうアイドルが活況を呈しているという理由が何かっていうことなんですね。あ知りたいででですすす実実はは今社会でものすごく大ききな変化が起きてるんですよ、うんで実は 30歳代前半30から34歳の男性が結婚していない比率って何パーセントだったか,ご存知ですかえもしかしてパーセントぐらいですか惜しいですね今ねちょうど50%超えたんです<ー>で私らの頃だからまあ3四4 0年前っていうのは、まあ、8割方結婚してたんですよ<ー>でも今は結婚していない人が多いんですけれども みんな、ね、その結婚していないって答える人が多いんですけれども、うん、私は結婚できないっていうのが <laughs> あ<ー>あの結構大きいんじゃないかなっていうふうに思ってるんです。うん、でその最大の原因が実は世の中格差社会になったからなんですね。うん、でこれ1980年代からずっとこう格差が大きくなるっていうのがまあ その経済界で起こっていて、はい、で特にですね、あの小泉総理が、えー、総理大臣をしていた時っていう、うん、まあ、えー、ちょうど2001年から5年ぐらい、その、はい、それ以降っていうのはですね、ものすごいどん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 所得格差が開いていっちゃったんです。でこれ統計があってですね、えー、今でもお年収が1000万円以上ある人っていうのは、うん 八割方結婚してるんですよ。<ー>で、ところが年収百万円台、二百万円台の人は、まあ二割してるかしてないかっていう結婚の格差につながっちゃってるんです。はあ、関係してるってことですか？そうなんですね。あのみんな口ではですね、女性は愛があればって言うんですけど、実際はお金がなければっていうのが結婚を決める大きな要因になってるんです。<ー>鈴木さんも、えー、愛があればいいと思いますか、貧乏でも。 まあ、どっちもあったら一番幸せだと思うんです私、大学で教えてるんですけれども、はい、あの大学で、ね、その大金持ちの、えー、ちょっと不細工な男とそれから貧乏な超美形の男とどっちと結婚しますかって言ったらうちのゼミの女子学生の6割が不細工でもいいから金持ちがいいって言ったんです、ね、<laughs> であのそれがまあ現実行動として表れていて、うん、で結局、 まあ普通の,そのあんまり所得のない人たちっていうのは結婚できないだけじゃなくてなかなか彼女もできないんです。えー、でこの彼女のできない人たちっていうのでもやっぱり人生を送るためにはふれあい心の支えっていうのが必要なんですね。でその人たちのそのニーズを受けて急激に成長しているのがアイドル。つながりましたね。ね 分かっていただからそうやってねそのまあ、疑似恋愛って言ったらいいのかどうか分かんないんですけれどもあの、みんな人間って独りぼっちじゃ生きられないので、うん、え何か心の支えっていうのが必要なんですよ。で、ね、例えばそのもう今お宅の世界でそれがフィギュアに行ったりですね、うんえー、コスプレに行ったりいろんなことをするんですけどその 一つの大きな分野としてアイドルっていうのがあるんです。だから社会に大きく貢献してるんですよ。え、ね、だからこう鈴木さんが一言喋ってニコって笑っただけでこのオタクの皆さんがですね、わーっとお金を使うとこれ経済がどん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 活性化していく。だからその景気の起爆剤って位置づけても。 いいんだと思うんですよね。いいんですかそんな立場にいて。そうですそうです。あのだらねあの実は世の中ってその生きるために絶対に必要なものっていうのを作ってない人の割合っていうのが今三分の二ぐらいになってるんです。例えばこうお米作ってるとか、うん、あのお味噌作ってるとかそういう食べ物作ってる人ってその人たちが仕事を辞めちゃったらあの我々。 死んじじゃゃうわけじゃないですか、はい、だからもう生存に必要な産業っていうのもあるんですけれども、うん、実は豊かな社会っていうのは何かっていうとなくても死なないっていうものをあるいはサービスをどれだけたくさん作ってどれだけたくさん消費するかっていうのが豊かな社会ですんだからねヒュートがいなくても日本は別に滅亡するわけじゃないんですよ。はいはい 滅亡するわけじゃないんだけど、その給与がいるっていうことが日本が豊かな国だっていうことのまあ証拠になるわけです。だから、あなるほどそうそうそう。だからあの別に生存に必要ではないんだけれども、心豊かに生きるためには絶対に必要なものなんですよね。あるとより良くなるとかですか。はい。えー、だからそういう意味で世の中を支えているし経済も。 支えてるわけですよねそんなこと考えてなんか私たちが日本を支えてるなんて考えたことなかったです今までそうですか、はい、でも結局その波及効果もありますから、うん、例えばこう歌が売れればその CD を作っているこう物理的にガチャンガチャンってやってるのかどうか知らないですけど、うん、<laughs> 作っている工場の人たちも喜ぶわけですよね。うん、で例えばテレビに出たらその テレビを見ている人も喜ぶし、そこのスポーサンサーさんところも売上が増えて、みんなが幸せになれる。だからそういうこう経済を一番最初に動かす、えー、そういう強いこう景気の刺激効果っていうのをアイドルは、私は持っているんだと思うんです。なね、ところはね、この頭の固い経済学者たちがですね、そういうのがわからないんですよ。その政府の 役役所の役人だかです、ねうん、らこう景気が悪くなるとですねすぐにあの公共事業をやって道路を作りましょうとかあの、はい、どっかの補助金を出しましょうとかそういうことばっかり考えるんですけど一番いいのはアイドルをどんどん出すっていう方が世の中が明るくなって経済は良くなるって私は確信していてだか、はい、ら1回、政府に言いに行ったことあるんですね。はい あのね、暗い顔して景気、うん、は厳しい状況にありますなんて言うんじゃなくって総理大臣が前に出てってみんな踊ろうぜか <laughs> んかそういう政府広報を作ったらいいと思いませんかって言ったら <laughs> つまみ出されたんですけれども、えー、あのやっぱりねあの暗いのはだめなんです景気は気からっていうのでみんなの心が明るくならないと経済も 円滑に動いていかないっていうことなんですよねでもケーキを良くするためにはい。まあ美味しいケーキを食べることはどうですかダジャレですです,すみません気に入らない鈴木さんもダジャレ言うんですね <laughs> 実は私ねびっくりしました私もいつもダジャレ言って批判されてるんですけど、はい、やっぱりダジャレって批判されますよね、はい、そうなんです私ねあの有名人ダジャレグッズコレクションっていうのを ずっとやってるんです。はい。あ、ちょっとなんか聞いたことあります。あ、そうそう。最初あのビートたけしさんのとここけし持ってってサインやって、ビートコケ紙っていうのを作ってですね、<laughs> はい、全然受けなかったんですけど、<laughs> あの和田貴子さんのとこね空き缶持ってって、はいえー、返してくださいって言ったら <laughs> すごく叱られたんです。<laughs> あの今日もですね、ちょっとっ鈴持ってきたんで返してもらってもいいですか。はい、ええ、ありがとうございます。鈴木だから鈴ですか。か はい、あ、すみません、あの、私の能力でそれぐらいしか思いつかなかったんで。鈴なのか、木なのか、どっちなのかな、少しワクワクしてたので。鈴でした。っていう手もありました。木に採用する。え、今まで持ってきた人いますか。いないです、いないです。鈴もいません。いません。あ、やった、じゃ、これ世界唯一ですね。そうですね。すみません。すみません。いいんですか、いいんですか。ありがとうございます。あ、ちなみに、これ、あの、水星なんですけど。あ、すみません、さっきね。 マジック貸してくださいってスタッフの人に言ったら。それ貸して。油性が来ちゃったんですね。油性があります。さすがに。ところが深いスタッフですね。よかったです。じゃ、これどこに書けばいいですか。ねどこでも、あの。クリエイティビティの赴くままに。クリエイティビティ。え創造性の。はい。失礼します。 なんか有名人の方の名刺コレクションもされてるんですよね。ああ、そう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 。あのいろんな人の名刺もらってで芸能人の人は名刺持ってないので名刺の紙に書いてもらってるんですけどす,、ね、すごく性格が出るんですよ。もう0.5秒でパッって書いて終わっちゃう人と、はい、すごく丁寧な人であの稲川淳二さんなんかですねもう全部名前書いてサインして。 ね自分家の住所まで書いてくれて、えー、あの携帯の番号もいりますかとかって言われて、<laughs> すごい。面白いですよ。あの名刺コレクションすると、私、はい、自分のオリジナルキャラクターのスーさんっていうのがいるんですよ。えー、鈴木だからスーさんなんですけど、はい、それをそのコレクションにしてほしいなってえ。えスーさんの名刺あるんですか？ないです。<laughs> えスーさんの人形があるんですか？ スーさんは、あの自分でこう、書くんですけど、一筆書きでちょっと、こう、背面<ー>ってしたやつなんですけど。今こう、拡散中なんですよ、自分で。あ、今広めている。はい。スーさんを。そうです。<あ>ぜひ、ぜひぜひお願いします。あ、いいですか。はい、あ、そこへ帰ってくれるんですか、スーさん。あ、ここでもいいですか。す,すごい、うん。スーさんはもともと何から生まれたキャラクターなんですか。あの、よく描き物をする機会があって、生写真にこう、絵を。 落とし込んだりとかするときに、はい、なんかキャラクターが欲しいなって思って、思いついて描いたんですけど。へ<ー>じゃあ、こっちにスーさん描きますね。ありがとうございます。すみません。ス <laughs> ー まる。これ、句読点のまるまでがネームです。え<ー>はい。はい、すみません。ありがとうございます。ます <laughs> ええー、すさん。どう思いますそのキャラクター。経済的にこう<え>影響を及ぼしそうですか?。これは種類としては何ですか?。お化けですか?お化けじゃない。えっと、お化けではないんですけど。例えば、こう。 生物って人間、犬、猫っていう,うくくりがあるじゃないですか。はい、そのくくりの中の流れです。スーさんです。スーさんっていう生き物の種類がいるんです。うですじゃあスーさんのお父さんとかスーさんのお母さんとか、はい。はい、もう勝手にどんどんできますね。ああスーさんキッズ。スーさんキッズもできます。スーさんフィリーズ工房とか。あ、やりすスーさんキュートとかっていうのも出てくるんですか。はい、私の衣装を着せてコスプレさせたりとか絵<ー> <laughs> で描いたりしますね。 面白い先ほど、はい、経済にはアイドルがすごく大事だっておっしゃってたんですけども、はい、あの森永先生はアイドルの中でやっぱりこう若い子たちの方が率直に聞きますけど率直に答えてくださいね、はいはい、若い子たちの方がいいんですか あ、はあ、それは難しい質問ですすね悩みますか若い子たちも、はい、あのキャピキャピしてかわいいなとは思いますけど、はい、でもねやっぱりこう同世代を生きてきたアイドルってずっとアイドルなんですよ例えば阿部夏実さんってなっちはもうみんなこう固定ファンがいるっていうのかな,、うん、なんかずっと年齢を重ねてっていつまでもやっぱりアイドルなんですよね。うんだから 両方あるんじゃないですかねあその自分たちと一緒にこう生活とか時を刻んでで刻んでいけるそのアイドルと、うんそのま、多分ね年齢を重ねていくと、うん、残れる人と残れない人っていうのに分かれていくんだと思いますで一旦そこで残っちゃうともう死ぬまでアイドルみたいなことが起こるんだと思いますけどね。はい だからぜひですね。はい、そこに生き残ってずっとあの私は50になっても60になっても歌って踊ってるっていうのが一番素敵だと思いますよ。はい、そうですね。はい、やっぱさっきこう経済の話を聞いたら、はい、もうよりそう強く誓いましたね。そうですね。あの,経<済>あの例えば演歌の人とかって、はい、もう何歳になってもずっと演歌歌手で ずっとファンついていくじゃないですか。うんはい、それと同じことが起こるんじゃないかな。ただ、あの。今ね、あの。結構、歌とか踊りとか、まあ、そのような曲もありますけど、激しいのもあるので。はいえー、ずっと、その踊りを続けられるっていうのは。うん、結構、努力は必要なんだと思いますけど、ね。そうですね。ご自分の体作りとか<ー>。ですよね。 だん,だん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 ですね。あの体がついてこなくなるんですよ。まだ全然わかんないと思いますけど、例えば子どもの運動会とか行くと気持ちだけは前に進むんですけど、足がついてこないので転ぶんですね。<laughs> あ,<ー>あのそうならないように、えー、ぜひですねあの鍛えてください。じゃあ,あの森永先生も今度一緒に九州のダンスとか踊りませんか。<laughs> 私ねあちこちにあの一緒に踊らせてくれって。 頼んでるんですけど。本当ですか？ええ、ただ実際の段になるとやっぱりあの苦情が来るんでやめてくださいって言われるので、<laughs> <な>踊っていいんだったらいつでも踊りますよ。だってそんなあのこの評論をしている森永さんが急騰踊ったらもう急騰っていうかアイドルの曲を踊ったらめっちゃ説得力あるじゃないですか。僕だって終わります。え、いいと思うんですけどね。はい。なかなかね世間が理解しないんですよ。私あの NHK 出るたびに。<laughs> ディレクターに、すみません、僕を紅白に出させてくださいって頼んでんですよ。<laughs> はい、必ずね、審査員ですかって聞かれるんで、いや、歌手ですって言うと、うん、みんな黙っちゃうんですよね。<laughs> え、お歌を歌われるんですか。あの、隙があれば歌ってるんです。えー。ね、それはアイドルの曲ですか。あの、いろいろ、何でも歌うんですけど。<laughs> えー、大体、あの。十秒ぐらい歌うと、はい、あの、マスターのボリューム絞られちゃうで。<laughs> <laughs> フルコーラス歌えないんですよね。そこはもうあれですね、自分でコントロールできる機械とか作るしかないですね。あ、あの今度だからベリキューにも入れてくださいよ。あ、あ<の>じゃあぜひセンターポジションでなるべく目立たないように。いやいや今あのベリキューはあのベリーズ工房7人と球児5人で12人なので、はい、あのちょっとセンターってドセンターっていうのがいないので、<あ>ぜひこうドセンターにこう来て奇数にしていただいて。そん,そんな贅沢はしないで、<laughs> あの本当にスミッコの方でいやいや。<laughs> 小さくなって,きて。<laughs> そうですか。はい。あのぜひキュート側に入れていただけると。<laughs> あじゃあ真っ白の衣装を着て一緒に <laughs>、はい、やりますか、はい。はい。ぜひお願いします <laughs>、えー。もうスタッフは引いてますけどね。<laughs> <laughs> <laughs> それでは最後にお聞きしたいんですけども、はい、先生にとってアイドルとはどういう存在ですか。まあアイドルっていうのは私は。はい 日本経済の権威者だと思っています。この暗い世の中を明るい方向に引っ張ってってくれるっていう。希望の星だと思うので、はい、鈴木さんもですね。ぜひ、日本を明るくするために頑張ってください。はい、頑張ります。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。